88夜。この機会を逃すと次は1年後まで待たないといけないんです。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。明日は何の吉日か皆さんご存知でしょうかね。実は88夜なんですね。88夜と申しますのは二十四節気の立春から数えて88日目のことでございます。つまり1年に1回しか訪れない開運日でもあるんですね。明日のこの機会を逃してしまいますと次は1年後まで待たないといけません。そこで今回は88夜とは一体何か、そんな88夜におすすめの開運アクションなどをご紹介してまいりたいと思います。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。そもそも88夜とは一体いつのことなんでしょうかね。それは二十四節気の立春から数えて88日目にあたる日のことを指します。2月4日の立春を1日目と換算しましてね、88日目にあたるのが5月1日か2日になります。これはね、平年かウルード鹿によってこれ日付が変わってまいりますので、2年ごとに日付が変わるようなイメージ感でございます。ちなみに来年2024年の88夜は5月1日になります。その後も25年は5月1日、そして26、27年は5月2日、28年、29年は5月1日が88夜に当たるということになってまいります。88夜といえば茶摘みの手遊びが有名ですよね。その88夜は茶摘みだけではなくて、お米を作る上でも重要な時期と言われております。88のあの88という数字を組み合わせますと米の文字になりますよね。お米、これも語呂合わせ的なところがあるとは思うんですが、88夜に種まきをすると秋には美味しいお米が収穫できると伝承されてまいりました。つまりこの日は昔からね、田植えを始める目安にもされてきたんですよね。太陰暦をベースにしております日本の旧暦では、暦日と季節が最高でこれ半月もずれてしまいますので、太陽暦をベースとした雑説として起こり広まってまいりました。そんな88夜なんですが、この日を東洋思想に照らし合わせますと、8というのは偶数、つまり陰の数ですよね。その偶数の最大値でもあるこの8が2つ重なる88というお陰値になります。古来陰を転じて陽となすとはね、これ当時の頃に使われてきたことわざなんですが、つまり陰が極まって陽に変わるタイミング、これまでよりも一段高いところにステップアップして新たな現実の兆しが見える、そういった人生のターニングポイントになるということなんですが、この88夜がまさにね、そういった一日であるという捉え方でございます。また88というのはゾロ目ナンバーとしても貴重な続き数字で、とっても縁起の良い数字と言えますよね。この88というゾロ目の意味するところは、まさに新たな始まりであり豊かさを伝える数字でもございます。これはね、8はね、末広がり、関数字するとこの末広がりになりますよね。そして8という数字を横にすると無限大です。数秘術の観点からも経済的な豊かさ、成功や幸運の兆しを示すサインとも言われております。そういったラッキーナンバーでもあるこの8という数字が2つ並ぶ88は、その効果が倍増するとも言われてまいりました。88夜の日は大自然とのつながりや季節の変化とともに、ご自分の人生観、あるいはご縁ある人との人間関係を見つめ直す機会にしていただければね、感謝の念も新たにより良い絆を築いていくターニングポイントにすることができるかと思いますよ。草花が芽吹き開花する大自然の生命力に意識を向けるとき、自分自身の心の奥底に、奥深いところにあるその潜在意識に深く入っていくことができるかと思います。ご自分の内面に入っていくことで、いつも以上に自分自身の生命力やそのエネルギーを感じることができるはずでございます。お部屋の窓をバーッと開けられましてね、外の空気を感じながら静かにこう目を閉じられて、意識をね、ご自分の内面へと向けてまいりましょう。そんなひとときが新たなエネルギーを湧き立たせる導火線に火を灯すきっかけになるかと思います。ぜひね、お試しいただきたいと思います。ということで、ここからはそんな88夜にぜひとも行っていただきたい開運アクションをね、3つご紹介させていただきたいと思います。88夜、この機会を逃すと次は1年後まで待たないといけないんです。今年の88夜もね、しっかり行っていただきたいので、それでは早速ね、解説してまいりますね。88夜に行っていただきたい開運アクション3選、1つ目は新茶を飲む。88夜といえばやはりね、茶摘みの歌を思い出すという方も多いことでしょう。そんなお茶の葉はね、1年に3回から5回で摘むことができるそうなんですけれども、中でも1番目に摘まれるこの新茶は最も美味しいと言われて重宝されておりますよね。実際ね、この旨味や甘み成分でもあるテアニンというものが2番茶よりも豊富に含まれております。4月上旬から5月中旬頃に行われるこの茶摘みのピークといえる時期が、実はこの88夜の頃とちょうど合致しております。そういう意識でね、新茶をいただいてみられると、また一層ね、格別なお茶を楽しむことができるかもしれませんよね。
これはね、お茶に限らず初物は健康長寿につながると考えられております。できるだけ旬のものを選ばれて口にされることで体を健康長寿に導いていくことができるかと思いますよ。ぜひね、88夜に合わせて新茶を召し上がることをお勧めいたします。ただね、新茶なんてね、高価なものはなかなか口にできないわーとおっしゃる方もおられるかと思います。そういった方はね、新茶にこだわらずとも心を込めて入れたそのお茶を味わって飲んでいただきたいと思います。そもそもね、お茶自体に殺菌抗ウイルス作用とかね、あと免疫アップを促すカテキンが多く含まれておりますので、春の到来を感じながらお茶を飲んで健康長寿の種まきをしてまいりましょう。88夜にお茶を召し上がるととっても縁起が良い、まさにね、うってつけの過ごし方と言えますよ。88夜に行っていただきたい開運アクション3選2つ目は夏服の準備。今年の春は本当にね、気温が安定せずにね、春風を引かれたという方も多かったようです。皆さん大丈夫だったでしょうかね。ここ富山もね、3月になんと28度を観測しましてね、全国で一番気温の高い県として全国のニュースで紹介されたと思った翌日には気温12度と本当に体調管理は大変な日々を過ごしました。冬物を片付けていいものか、半袖でラブな格好をしていたかと思えば翌日には冬物を羽織っているということでね、衣替えのタイミングを逸してしまっているという方も少なくないでしょう。そんな衣替えのタイミングがなんとこの88夜なんですよね。ここで夏服の準備に取り掛かれば開運アクションとも言えます。88夜を迎える頃には、まあ北海道といえどもさすがに霜が降りることがなくなりましてね、天候が安定する時期だとも言われております。ですので夏服と切り替えるには絶好のタイミングと言えますよ。夏仕様の涼しげな服をご用意なさると気分も爽やかになりますし、洋服を整理することで気持ちもすっきりね、こう一新しますよね。そのすっきり感が運気アップを引き寄せます。余裕があればクッションカバーとかね、あと寝具などの日用雑貨も夏仕様にイメージにしましょう。お客様用のスリッパも冬物から夏物へと切り替えることで来客されたお客様のその気持ちも切り替えることがつながります。古くなったものは新調なさるとね、これ気持ちも上がりますよね。そうやってお家の中を全体切り替えられることで住人はもちろん来客の意識も清々しい気持ちになります。季節の節目ごとに合わせて気持ちを切り替えることでしっかりとね、運気アップを図ってまいりましょうね。88夜に行っていただきたい開運アクション3選3つ目は新しいことのスタート。季節的にも種まきや田植えのタイミングということはですね、あなたのやりたいこと、やろうと思っていらっしゃることの種まきを始めるのにもね、これぴったりな吉日と言えます。物事の種まきというのは新しい趣味に着手したり、これまで使ってきた仕事道具をね、これ新調してみられたりとかね、あるいは前から興味のあった世界へと一歩踏み出してみたりすることでございます。会いたいと思っていた人に会う、聞きたいと思っていた話を聞くというようにね、実際に行動に起こすのにはね、これもってこいの一日と言いますからね。まだ自分が何をしたいのかわからないという人もね、自分が何をしたいのかを考えるための時間を取るというだけでもね、これ未来への種まきになりますよ。まず考えるところから始められてもこれ遅くは全然ございません。まずは始めるということがこれポイントですからね。原因という種をまけば必ず結果という芽が出てまいります。種をまくことで新しい何か必ず芽吹くもんですよね。新しい世界の種まきを始められましてね、一体どんな身になるのか、ワクワクドキドキしながらね、種まきを楽しんでスタートさせましょうね。仮にワクワクの種まきを88夜に始められたら、8という数字がもうそのエネルギーに押し上げられまして、末広がり発展していくことでしょう。ということでまとめ、88夜に行っていただきたい開運アクション3選1つ目は新茶を飲む、2つ目夏服の準備、3つ目新しいことのスタート。以上3つ、88夜にぜひともね、行っていただきたい開運アクションのご提案でございました。皆さんいかがだったでしょうかね。自分はそうだな、規則正しい生活をね、この頭の中でいつまで心がけてはいるんですけれども、毎朝のスタートはね、これもう時間決まってるからもう決まってます。ただね、夜の睡眠時間を確保することを意識しなきゃなと思いつつ、もうこれ数十年ね、短眠生活を続けてしまっております。まあそれはね、ピークに達して入院したことがもうこれ何回かありますので、そのたんびにいやこれじゃいかんなとね、思いつつね、結局実行できておりません。なので夏物に衣替えをしたらね、新茶で一服して、そして思い切って夜はちゃんとね、睡眠をとる時間帯に就寝することを心がけて実践していきたいと思います。ということで、88夜とは一体いつなのか、そして88夜に行っていただきたい開運アクションのご提案についてお話しさせていただきました。ぜひ皆様もね、今年2023年は明日5月2日ですよ。朝5月2日に訪れるその88夜にはね、実践なさってみてくださいね。今回のお話は参考になったよと思えたそこのあなた、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた他の動画の上にかかりましょう。かんちゃん住職でした。